最初の準優勝戦からは畑和弘と山内哲也と内枠勢、高枠勢が順当に勝ち上がった最初の準優勝戦となりましたが、果たして2つ目の準優勝戦11レースはどのような戦いが展開されていくんでしょうか。今日は3レースから安定版装着のレースが続いております。4日目のボートレース三国の下月第一戦、これから11レースの準優勝戦です。対戦メンバーは1号艇地元福井支部の室田康文、2号艇は愛知支部の斉藤和正、3号艇は大阪支部の福田周平、4号艇は福岡支部の松尾隆明、5号艇大阪支部の平岡重則、6号艇は香川支部松下智之、以上のメンバーで行われます。6戦4勝マーク、大きな数字は目立ちましたが、しかし確実に準優の1枠を手にしたのが1号艇の村田。その村田の得意の速攻技なるか、枠番通りここは1コース。逆に仕掛けっぷりの差は目立っています。2号艇斉藤和正。チルトを跳ねてまくったシーンも予選道中ありました。2コース。そしてセンター3コースに構えたのが3号艇福田周平です。こちらも予選道中3勝マークという結果となっています。角は徐々ながらリズムが上がってきています。予選2日目以降は高リズムで戦っている角は4号艇の松尾。平岡と松下はそれぞれ粘りのレースを展開しての予選突破ということになりました。11レース準優勝戦はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4号艇松尾、インコースから1号艇村田、やはりスタートに2人が好スタートを切りました。一緒の1マークはインから速攻なるか。1号艇の村田、センターからまくっていくのは3号艇の福田周平、踏ん張ったか。2コースから2号艇斉藤和正、そのうちから迫って4号艇松尾となりまして、後方ですが5号艇の平岡と6号艇松下となりましたが、先頭は1号艇村田、一定芯まで迫った2号艇斉藤、3番手は3号艇の福田、打ちをついた4号艇松尾でスタート正常です。どうやら優勝争いが攻防が激しくなりそう。外握っていくのは2号艇斉藤、3号で福田となりましたが、先頭は1号艇ブルダが押し切って先頭リードは早くも6艇身7艇身差。2番手ですが一緒のマーク、全速戦決まった2号艇の斉藤2番手、3番手同時に握ってきましたが3号艇福田が3番手、1、2、3で打ちをついた4号艇の松尾でレーサー西内マークの旋回です。2、3番手の攻防まだ続きますが、先頭は1号艇ブルダは変わりません。ここは安全圏に持ち込みました。2番手と3番手の攻防ですが、徐々ながら定感広がって現在その差は5艇身6艇身差。単独2番手は2号艇斉藤、3番手は3号艇の福田、上の体型は1、2、3の体制で人気対抗格4号手松尾、現在4番手レーサー西野リマークの旋回です。1号手村田と2番手でクリア当たった、うまく丁寧に待っていった2号手の斉藤、3番手も取り切ったが3号手福田、ユースケ一歩届かずか。上の体型は 1,2,3 の体制となりまして、最終周回の1マークに向かっていきます。インと角が好スタートを切りましたが、インから持ち前の速攻技で一気に他を寄せつけませんでした。1号手村田、最終周回1マークから最後のバックストレッチへ。そして2番手でクリアとなった2号手斉藤和正、3番手は3号手福田、 1,2,3 の体制消しています。4番手以降は離れました。4号手松尾、5号手の平岡、そして6号手松下で最後のバックストレッチからラストダーマークの旋回に向かっていきます。3連単の 1,2,3 の図は 14.7 倍、ラストダーマークから最後の直線に戻ってきました。1号手村田がこの11レース準優勝戦人気に応えました。2番手は2号手斉藤、3番手は3号手福田でゴールです。先頭1番村田は人気で応えて5輪、2番手2番の斉藤が5輪、3番手は3番福田が5輪、4番松尾が5輪、5番の平岡、ラスト6番の松下5輪。